続いてのチームは関西学院大学星空パレットでございます。星空パレット惜しくも中止となってしまった8月31日の決勝戦、この決勝戦で披露する予定だったパフォーマンスを今夜なんと特別にこのステージで披露していただきたいと思います。関西を代表し胸を張って挑んだ決勝戦、この子たちがこの場所で今この時間で優勝を目指して頑張ります。ぜひとも皆様熱い熱い思いでお答え、そしてお考えいただきたいと思います。